納車だ、納車納車の。ジムニー。視界外ゲットヘッド街から街改札抜けてから挨拶吐くまで飲み明かした日の夜明け逆です人の横目つるきっとそうだね不愛想埋葬死にそうでも生きようなくなるもん大小の大小かかわらずぶれないもんいつかのリスク。沖縄から徳島まではるばるビューン。ジムニーの納車を済ませた僕は翌日アウトクラスカーズの皆さんと一緒に林道を攻めることになりました。はい、ということでお風呂に入ってまいりました。銭湯気持ちいいですね。一応まあ僕ねかなりの量のタトゥーが入ってるので気を使って閉店間際に行ったらですねいい感じに貸し切り風呂できました。さあということで車で車中泊したいと思います。記念すべき初給油やっていきたいと思います。これが記念すべき初給油のレシートですね。明日ね林道を走るのでちょっとこれ以上車体重くなると嫌なんで一応このぐらいの分量にしておきました。おはようございます。今朝の8時ですね。車中泊初日は快適に寝ることができました。これシュラフなんですけれども5度までいけるっていうタイプのやつですね。今床に敷いてるこれがですねエアマットなんですけれどもこれが厚さ7センチだったかな。2つともちょっと下に概要欄リンク貼っておきますのでぜひ見てみてください。結構使えますこれ。ちゃんと体どこも痛くないな。ちなみに靴下もインナーも上から着てるこのパーカーもユニクロのヒートテックでものすごいあったかいです。ただいま外の気温12度ですね。全然このぐらいの気温なら何の問題もなくいけちゃいます。さあ朝の身支度全部完了です。ということで今日のスケジュールはと言いますとなんかこのジムニーの聖地って言われてる剣山スーパー林道ってところがあるんですよね。そこに今日はアウトクラスカーズの方々と一緒に行きたいと思っております。ついに始まったかという感じですね。一応ね林道結構デコボコやばいらしいんで車の中この状態だと絶対もうガタンガタンガタンってなって大変なことになると思うんですよ。なのでちょっと車の中を林道仕様に整備したいと思います。山崎さん、たまたま今出くわしたジムニーに乗ってる方ですね。ちょっと車見せてください。おお、これは JA 何ですか。ジムニーですね。結構気合入ってますね。車検で来てるんですよね。これ何年乗ってるんですか。3年ですかね。3年。この赤いのが赤石さんにつけてもらったやつで。うーん、ホイールもかっこいいですね。あ、そうですね。ホイールめちゃくちゃかっこいいな。ない感じのやつをつけてもらいました。活かしてる。ありがとうございます。やっぱジムニーっていいな。おはようございます。おはようございます。ヒロさん。はい。林道ですね。そうです。もう楽しみで楽しみで、でも昨日しっかり寝れました。ビタミン C。ありがとうございます。徳島ってこんな感じなんですか。徳島といえばみかんみたいな感じなんですか。高知、高知から来られそうな。あ、高知。ああ。高知のみかん。高知のみかんですね。さあ皆さんこれ見てくださいよ。すごいね。これ。集落になってるんだよね、ここら辺。なんかでも結構この辺り近辺は有名な集落らしくて、和食とかに飾る葉っぱ、ああいうのの出荷で結構ね、おばあとかがもう何千万も稼ぐようなそんなすごい地域らしいですね。おばあたちすごいな。パワフルなおばあなんかがいっぱいいるんだろうな。さあということでね、もうそろそろ、剣山スーパー林道というところの入り口に差し掛かりますね。起点ってやつですね。500m。 いや結構そこはもうジムニーの聖地って言われてるんですよね。そう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 。
ジムニー納車一発目そこに行けるとは思ってもいなかったんでね、これ嬉しいことですよ本当。さあ皆さん見てください、これが起点でございます。ここから楽しいあれが始まるわけですよ、ツーリングが。さあ今ヒロさんのお友達のお店、イタリアンのお店らしいんですけど、おーおーおー、トサケみたいのがいっぱいいるな。お、ジムニー止まってますね。かっこいいこのジムニー。カスタムで全然変わる。よし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 。よし、おお、お前すごいな、人懐っこいなお前な。ちょっと待って、これカメラが壊れるからさ。よし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 。あ、くせえし、そしてね、うん、しっかり漏れなく臭いわ、ほんと。お前はしっこかい、そしてしょんべんかいな。あー自由だな犬って。もう皆さんもうこれ見てください、これ悲惨ですよこれ。あー悲惨だこれ。おはようございます。有名人を連れてきた。有名人っていうことでもないですけど、こんにちは、はじめまして。中本と言います。カメラ回ってます。あー回ってますよ。がっつり回ってますよこれ。残念ながらこれ放送されますよこれ。めちゃ寝起き。ペルトナーレと言います。表原と言います。表原さん、はい、よろしくお願いします。すげえ寝起きですけど。ですね。予約は必要だ。予約必要。うん、そう、人気店じゃないですか。むちゃくちゃいっぱい。ペルトナーレさん、あのパッと来たら絶対寝起きなんで気をつけてください。あのちゃんと予約してから来ましょうね。うんこ踏みましたね。納車2日目の車うんこで乗るという。ああ、ああ地雷だ地雷これ。あっ、踏んだ。いや、うわ。え、誰ですか、誰が踏んでるんですか。秋田犬のクソ踏むって、でもなんか縁起いいっすね、うん、なんか縁起がいい。うん、秋田犬のうんこでよかった。ミニチュアダックスフンドとかだったらなんかね、ちょっと見してください。あ、うわ。なんだ、こんなにうんこが映る YouTube チャンネルってあるかな。うんこ系 YouTuber だこれ。悲劇って起きるもんですね。起きるときは簡単に悲劇って起きるな。お気に入りのエアマックスがもう、次鹿のうんことか誰かやらかさないでくださいね。ありそう。ありそうっすね。その思いもよがかけぬことで、ああ時間を食っちゃいましたけれど、まあこれも旅の醍醐味ということで。徳島俺好きだわ。アイラブ徳島ってステッカー貼ろうかな。こんなにね、もう絶景のおかわりしたの俺初めてですよ。何がすごいって、あのなんかその舗装されてない道路がたまに出てくるんですよね。俺だったら多分チキってスピード落としちゃうと思うんですけど、そのまま行けちゃうんですよね、ジムニーって。これがね、今ジムニーの真骨頂を味わってますね。え、なんですか、なんで運転してないのかって。それできるわけない、ないじゃないですか素人が。こんないきなり上手な人の運転見ながらちょっとマスターしていこうかなっていうね。ビギナーなんで緩やかに緩やかにやりたいのでね、まあ、そこら辺はご愛嬌ということでよろしくお願いします。ヒロさんどうですか、新型の乗り口は。乗りやすい。あ、やっぱそうなんですね。普通に乗りやすい。まあ旧型乗ってたわけでもないんですけど、うん、普通に乗ってて、あ、なんか乗用みたいに乗れるもんなんだなと思って感動して。結構またリフトアップもね、うん、こんなに乗りやすいとは俺思わなくて、こんな普通に乗れるもんなんですね。純正のダメなところを、はい、こう改良していくのが僕らの仕事だから。カッコつけだけのリフトアップじゃなくて、そう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 、ちゃんと走破性とか乗り、うん、乗り味とか、そう、乗って納得ですね。ぜひ皆さんもリフトアップしたかったら、もう遠いところに住んでる人もいるかもしれないですけど、あのわざわざ来る価値はありますよ、アウトクラスカーズさんに。